緑の守り神は藤子 F ・藤尾の漫画作品。書出は1976年に漫画少年9月号に掲載。本作品を表題とする中央公論社の愛蔵版 SF 全短編第2巻や藤子 F ・藤尾 SF 短編パーフェクト版第3巻といった SF 短編集及び藤子 F ・藤尾の世界に収録。本作は 環境問題を扱った作品となっている。作中では、動物と植物の関係を強制とし、植物のことを地球を守る存在と解釈しており、人間の横暴でこうした強制関係を断ち切ってはならないとしている。OVA の藤子 F、藤尾少し不思議短編シアター第4巻で、藤本自身が環境問題について警鐘を鳴らすものは、 以前からいたが耳を傾けるものが少なかったと、この問題を聖書のノアの箱舟と比較して語っている。ラストでは主人公たちが未来への希望と勇気を抱いて新たに歩き出す姿が描かれており、絶滅の先にある再生への希望を描いた感動作とも評価されている。藤子は生前に読語感の良い漫画を描きたい。つまり、 悲劇的な設定においても明日に繋がるものがある漫画を描きたいと語っており、月刊コロコロコ,ロコミック三代目編集長の平山隆は、隆史はそうした藤子の思想が本作に最もよく現れていると語っている。深見緑は沖縄行きの飛行機に父と母の三人で家族旅行のため登場していたが、彼女らを乗せた飛行機は事故を起こして鉱山に墜落してしまう。 運よく助かり、目を覚ました緑が目にしたのは一面の密林だった。同じ飛行機に乗り合わせていた学生の坂口五郎と共に助けを求め、二人は歩き始めるが、おかしなことにい,いけどもい,いけども密林は続く。ようやく人家を見つけるも人気はなく、それどころか動物の気配すらしない。この異常な事態に、坂口は世界的な核戦争が起こり、 すべての動物は中性子爆弾によって死滅したのではないかという恐ろしい推測を口にする。旅を続けるうちに空腹でたまらなくなると見たこともない微妙な好みのなる場所にたどり着いたり長時間の歩行で痛んだ足が一晩で癒えたり川で溺れて意識を失うと川岸のツタに絡まった状態で目を覚ますなどといった奇妙なことが続く。やがて二人は密林の中に 巨大なビルがそびえる地にたどり着く。そこは緑に覆われ、変わり果てた、東京であった。そこに残されていた新聞を見つけた二人は、その内容から、極めて強力な最菌兵器の漏洩により、人間を含めた生き物が残らず滅亡したという、恐るべき世界の現状を知ることとなる。ショックで発狂した坂口は、緑の静止を振り切って、 ジャングルの中へ駆け込んだままま行方不明となってしまう。一人取り残された緑は川で沐浴した後にかろうじて崩れずに残っていた自宅へと戻り家中を取り巻いていた花々に慰めを見出しつつカミソリで手首を切って自殺するしばらくの後緑は暗い部屋の中で意識を取り戻す気づくとベッドに寝かされておりそこには見知らぬ男がいたが男はまだ動かないように悟し 緑は再び目を閉じて、眠りについた。その後、意識を取り戻した緑は、自分の手首の傷が感知していることに気づくとともに、自分を解放してくれた元テレビディレクターの男、白川隆から、この世界の秘密を教えられる。彼曰く、世界中に蔓延した細菌は、長時間の低温には、弱いようで、一定の体温を維持できない動物に対しては、効果がない。 すなわち、低体温状態の人間は最近に侵されることがないのだという。実は、緑の乗った飛行機が墜落してからすでに100年以上の月日が経過していた。緑は墜落先の雪山で、白川は撮影中に雪崩に巻き込まれたことで、極度の低体温状態に置かれており、そのおかげで最近に侵されずに済んだ。植物も、また最近の影響を逃れてはいたが、 二酸化炭素の供給源である生生きき物がいいい。ななくてはやはり生きてはははやり、けだから、緑たちが目覚めるまでの間に突然変異を起こして、進化し、生き残った人間たちを全力で守ろうとする性質を身につけたのではないか。白川はそう仮説を立てていた。ジャングルをさまよう緑と坂口が常に何かに守られるようにして無事でいられたことも、緑の手首の傷を癒ししから救ってくれたのも、 すべては、白川の言う、緑の守り神のおかげだったのである。世界の秘密を知った緑は、希望を取り戻し、坂口と自分たち以外の生存者と探すため、白川と共に旅立っていった。書室人のページ数は表紙を含めて31ページで、単行本化の際に加筆され48ページになっている。印象的な見開きのジャングルになった、東京の場面は書室では1ページである。 坂口の性格は、炭鉱本化の際に激光しやすく、不安定な面を強調して書き直されており、書室では人類滅亡の真相を知った際、発狂せず静かに立ち去っている。書室では、緑が自殺する前に、浴室でシャワーを浴びているが、人類が滅亡しているのに水道が使えるはずが、ないので、炭鉱本では、川での沐浴に変更されている。藤子 F。 藤尾の SF 短編シアター第4巻収録。ありがとうございます。